万年寺名称万年寺名称は、江戸時代の発明家、田中久しによって制作された、機械式の桶時計である。万年時計の名で広く知られている。千点を超える部品から作られている。一万歳寺名称の引き札ゼンマイバネには、厚さ2ミリメートル、長さ4メートルの真鍮を使い、このゼンマイを2基装備、一度巻けば1年動くという、機械式時計としては、 驚異的な持続時間を実現している。六角中様の本体の各面に七つの機能が配置され、それらが底部の全イ動力によって連動して動作する。この他打少の機能もある。ただし、当時は力学が未成熟であったため、機械の一部に大きな負荷がかかって、歯車が変形してしまい、田中久へのしごまもなく動作しなくなった可能性が見出されている。また田中は、 西洋の時計の専門家ではなかったため、改造した水質性懐中時計を洋時計として組み込み、本体の機構に接続している。外装部には、軽差し物、木彫、軽尻尾、薪、螺鈿、金属工芸といった様々な伝統工芸の技法が用いられた。平成16年の復刻プロジェクトでは、京都の6分野の職人らによる外装の復刻が行われた。土台には、 京都の迎賓館でも使用されている美州のヒノキが用いられ、細部には木彫が施された。また、六角形の台座には、漆で金粉を定着、乾燥させた後、全体に真っ黒な漆を塗り、スルガタンなどを使って表面を磨く、研ぎ出し、巻き絵という技法が用られた。そして、台座の側面には、軽尻尾で六枚の日本画が描かれ、周囲には、 アワビやや郊外の真珠層を用いた螺電が施された。さらに、金属部分にも透かしぼりの装飾が施された。新指定の文化財、月刊文化財 513P44。新指定の文化財、月刊文化財 513P44 平成18年6月9日、文部科学省国時代79号エクステッチ、日経。 154年ぶりに復活からクリギエモンが作った万年時計のレプリカが完成。日経エクステッチ2018年12月8日、閲覧。実際には2020日ほどしか動かないとも言われて、いたが万年時計復元、複製プロジェクトでの調査によって1年間動く、設計になっていることが分かった。外装を含む復刻版は東芝未来科学館で見ることができる。 ありがとうございます。